松潤さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回のお母さんに向けての歌っていうのは、これね、多くの、アラフォー、アラフィフ男性の心をつかむきっかけになると思うんで、ぜひね、煮詰めてほしいなと思うんですよ。その中でね、重要なキーワードとしては、20代、東京に出てきた男の子っていうのは、やっぱりね、お母さん心配してね、電話ちょくちょくかけてくるんですよね。でもその電話にちょうどこっちとしては手が離せない時とか忙しい時にかかってくるもんだから、一応出るんだけども、ちょっとねふてくされた感じでとげのある言葉で返してしまって、もう心配ないからかけてくんなよみたいなことを言ってしまうとかね。で、疎んでる割には自分が困った時とか金銭的にちょっと行き詰まった時に、ついついねお母さんの方に電話してしまって、ちょっとお金工面してもらえないかなって形でね、聞き出す時の罰の悪さというのと、あとはね、やっぱりこういろいろおこごとがあるんだけども、でも3万5万と振り込んでくれる頼りになるお母さん、いつか返すからね、恩返しするからねと言いながら、もう20数年経ってしまったっていうね、この男の人生といいますか、そして久しぶりに思い出してみると、自分が幼い頃に、思い描いた元気で美しかったねお母さんの姿はもうそこにはなくて、年老いて、なんか髪の毛なんてほつれちゃってね、あれいつの間に俺のおふくろおばあちゃんになっちゃったんだろうと思うようなね、ちょっと寂しさ、こういったものがね歌えるんじゃないかなと思うんですよね。いつか恩返しするからね、いつかお母さん僕は大人になったら楽させてあげるんだっていうふうに誓ったあの言葉も、まだ叶えられないままだというふうなね哀愁があったりとか、あとここでね、鉄拳さんっていう人がいるじゃないですか。鉄拳さんの中でもあるんですよね、お母さんのことを題材にしたその YouTube の紙芝居が、ああいうのがあったりね。あとそうですね、YouTube の最近出てくる漫画の中で、その何ですかね、お母さんに送ったなんかこう剣っていうのがあるんですよね。何でも剣っていうのは、これ何かっていうと、幼い頃ね、男の子がお母さんにプレゼントとしてね、剣を送るんですよ、誕生日かなんかに。この剣は何でもお母さんの夢が叶う、願いが叶う剣だよって言ってからね、子供がお母さんにあげて、お母さんがうわ嬉しいとかになるわけですよね。で時は経って、その男の子も大人になり、社会に揉まれて、いろんな問題で悩んでですね、もう死んでしまおうと思ってベランダの窓から飛び降りようとするわけなんですよ。その時に後ろからお母さんが、待ってって、この剣を今使わせてっていうわけなんですよね。その剣には男の子が昔お母さんに送った何でも剣っていうのがあるわけですよ。でその何でも剣で、生きていてちょうだいって言ってね、そして男の子が飛び降りるのをやめて、それから強く生きていく、お母さんを守るために強く生きていくっていう決意を新たにした、そんなねストーリーだったんですけども、今思い出してもちょっと胸がね熱くなるんですけどね、そんなストーリーが込められるような、曲がね、私だったら作りたいなと思いますよねそんな感じで今回はですね、松潤さんに、母をテーマにした曲いいなと、そして多くの人が40代50代の男性がね、未だに叶えられない母への思いとか、自分の家族をお母さんに紹介したいなと、お母さんこれがあなたの孫だよと、僕の子供だよ、ぜひ抱っこしてあげてくださいっていうような思いをね、伝えられない切なさというかね、今の時代を反映してるんじゃないかな。多くの人にそれはね、その悲しさっていうのは、寂しさっていうのはね、なんかこう支持されるんじゃないかなと思いながら松潤さんの曲を聴いてました。できっとね、お母さん松潤さんを東京に送り出す時に非常に寂しい思い、そしてたくましい巣立っていく松潤さん、若き日のね20代の松潤さんにいろんな思いを馳せたんだろうなと思います。後ろの蛍光灯がなんか消えかけてますね
未だに蛍光灯ですからね、 LED じゃなくて。この家ももう30年ですから、はい、すみません、ということでね、最後は蛍光灯に話題が急に行ってしまいましたけども、松潤さん、これからもいろんないい曲生み出してほしいと思います。実はね、松潤さんの、あの、お母さんへっていうピアノ弾き語りの母へという曲を聴きながらね、私もね、いろんな思いが去来してしまいました。はい、ではまたメッセージ待ってます。